え普通の歴史、隣国編の2番。えー、中国はなぜ白人と戦わなかったのかと。えっ、ー、と、私はですね、あの、中国と朝鮮との関係を改善していくべきだというふうに思っております。まあ、テレビの中で盛んにですね、中国とか朝鮮を批判する番組をやっておりますが、もともと憎しみ合おうとつもりだったらば、もう話はしない方がいいんですよね。まあ、これ、対人関係もそうで、えー、私はですね、どうせ話をするなら、 相手と親しくなる方向に話をしなきゃいけないと思います。えー、特に中国と朝鮮については、相手が何を考えているのかっていうのは非常に難しくて、まあ歴史的なことと現代的なことがあるんですが、まず歴史的なことを整理しようと。先ほど、あの、前、前回に言いましたように、アジアの諸国の中で中国と朝鮮だけがですね、実は白人と戦わなかったという非常に特殊な歴史を持ってるわけですね。 アジアは広くて国がものすごく多いんですが、ああ日本の隣国の中国と朝鮮だけが戦わなかったと。あとでちょっとあのタイとシャム。まあ、これは特殊ケースがありますので、えー、説明をいたしますが、まずは本質字だけ行きたいと思います。ヨーロッパ人がアジアに来たのは、最初にスペインとポルトガル。後にオランダ、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツという国が次々とアジアに来ましてですね、アジアの諸国をまあ奴隷的植民地にしたわけです。 奴隷的植民地というのはですね、えー、日本人が他の国をちょっと一時占領した状態とは全く違うんで、まあ、単なる植民地という言い方はまずいんじゃないかという読者の方のサジェッションがあり、私もそうだと思って、えー、ヨーロッパ人がアジアの国を支配した時のことを奴隷的植民地というふうに呼ぶことにしました。えー、アジア一方、アジアの方はですね、えー、その国の国民がその国の領土に住むと。 力があっても隣国を攻めないというのが原則でした。例えば日本はですね、鎌倉時代ぐらいからかなり強くてですね、まあ、例えばモンゴルが日本にやってきたわけですね。まあ、ことごとくモンゴルというのは他の民族をやっつけたんですけども、日本には勝てずに撤退しました。これ、神風が吹いたからという歴史的なものもありますが、私が、このブログにもありますが、私が整理した感じではですね、戦いは互角でしたね。ですから、 モンゴルをと互角に戦う日本の軍隊というのはですね、もしもですね、鎌倉時代、室町時代、江戸時代といったこういった時代にですね、白人的な考えを日本人が持ってたら、台湾とかフィリピンなどは日本の領土にしたと思いますね。しかしアジア人、これは特に中国とモンゴルを除くんですが、そういうアイデア自体が非常に少なかったと思われます。 この傾向は、アジアに住むアジア人ばかりでなくてですね、かつてベーリング海峡を渡ってアメリカ大陸の方に行ったアジア人ですね。これはアメリカインディアンと変な呼び方を呼ばれておりますが、それとかマヤ文明、アスタカ文明、インカ文明といったですね、ものを作ったアメリカ大陸の住民も同じ傾向でありました。かわいそうにアメリカ大陸では国を取られるばかりな、かですね、ほとんど全滅、 させられたとまあいう状態ですねただ、ちょっとここのところは非常に難しくてですね、ちょっと激しい言い方なんですが、日本の歴史学者は白人崇拝なんですよ。ですから、白人から見た歴史しか整理しておりません。したがって、いまだにですね、アメリカ大陸発見。アメリカ大陸発見なんつうのはヨーロッパの味方ですからね。アメリカ大陸はもともと人が住んでたわけですから。それから、アメリカン・インディアンっていうのもですね、非常にば馬鹿げた侮辱的な言葉でですね、 これをこのまま我々が使ってるってこと自体がですね、まあ、まずいんですけど、まあ、とにかくそうだと。白人がアジアに来て、インドネシア、インド、セイロン、えー、まあ、現在のスリランカですけど、フィリピンと順序よく奴隷的植民地にしていったわけですね。で、あのやり方はもう非常に単純で、強力な海軍が来て、それに陸戦隊が上陸して、あるいは現地政府を騙して植民地化していったわけですね。 そしてアジアのほとんどすべてを植民地化した後、地理的には最も遠かった中国と日本にやってきたわけです。日本は鎖国をしましてね、がっちり守ってたんですよ。日本というのはなかなか変な国なんですね。まあ立派な国っていうか。そこで19世紀の半ばまでは日本には近づけなかった。ですが、中国はすでに清という王国が衰えておりましたので、まあ、少しずつ侵略してきました。えー、ここでですね、ちょっと と事実を交代させましてね中国はなぜ白人と戦わなかったのかということを理解するためには中国とは一体どういう国だったのかとかですね秦というのはどういう帝国だったのかをちょっと知る必要があるんですねもともとあの中国秦は中国の王朝ではなくて、えー、つまり中国人、まあ、イコールシナ人なんですがこれとは違ってですね満州にいた女神族ですね の王様にヌルハチってのがいまして、まあ、えー、言葉の五感から言っても、これは漢民族ではないってことはわかりますよね。これを、あの、孫にする、一番元最初にするの王様だった国でですね、満州で力をつけまして、えー、それから万里の長城を越えて、当時ボロボロになってた中国の王朝、明を滅ぼして、北京に港を移したわけですね。もともと満州というのは非常に高涼とした土地で、無く寒くて人口もすごく少なかった。 でこの人たちが北京に移動したらですねいやもう天国みたいなんですよ。もう乱熟した明の文化を味わって広大な宮殿に美人揃いの高級ということですからまあ田舎暮らしだった女神族の指導者にとっては夢のような北京だったわけですね。明、えー、の時代まではですね、えー、皆さんよくご存知の北京のすぐ北、まあ、これは北京からもう本当に20分30分車で行けばすぐあるんですが万里の長城を作りまして その北側は遺敵、つまり山な外国人が住んでたわけです。そこからシナを守ろうと思って万里の長城を作ったわけですから、中国人、つまりシナ人の意識はですね、中国は中原である。あこの中原というのは中国の中央部の部屋のことを言ってるんですけども、そういう意識があったわけですね。従 <laughs> って、まあ、唐という王朝の時代に一部西の方に行ったことがあるんですが、それ以外はあまり、 外側に広がろうとしてたわけでではないんですねところが新王朝だけはもともとがですね万里の長城の外の人外人ですからねだから外人ですから別に外国と中国との領土の区別はないんですねそこで力のあった新朝の最初の時期にはどんどん中国の外の領土を取って大きな国になりました えっと、宮脇淳子さん先生の、からお借りしたですね、明と清の領土の大きさを比較した図をここに示しますが、明が大体いい標準的な中国の王朝の領土でしたから、それに比べて清の領土が、それまでの中国という領土ではないと、それ以外にチベットとかウイグルとか全部取った領土だったということがわかります。 えつまり、民の領土って元もともと漢民族が住んでたところだったんで、その外側を取っていたということですね。このことがですね、後に中国が白人と戦わなかった非常に大きな理由になります。えつまり、えー、まず第一に新、そのちょうど19世紀の最初の頃、白人が中国に来た頃ですね、中国は清という王朝が やや衰えた状態でいたと。まず言うことが一つですね。それから、清という王朝は、中国、いわゆるシナの漢民族の王朝ではなくて、満州から北京に攻め入ってきた。まあ、もともとはもっと攻め入ったっつったら、もう少し厳密に言うとですね、万里の長城の外で一回戦って、ンパンにやっつけて、悠々と万里の長城を越えて北京に来たら、もうすでに、 え、倒れる寸前だった明王朝の軍隊も官僚も全部逃げちゃったと。まあこう言ったら正しいんですけど、まあ歴史はこういうことが面白いんですけどね、あんまり詳細にわたりますとわけがわかんなくなっちゃうので、ここは大雑把に進めております。ということが二つ目。三つ目が、え、新王朝はそれまでの中国の領土と違って、中国の領土の外側を占領してたということですね。 これがまた今の誤解になっております。我々が中国を見るときですね。例えば今の中国は満州、内モンゴル、新疆ウイグル、チベットと。それから南方の方もちょっと多くですね、え、領土にしてるんですね。この領土は実は元々の中国人の領土ではないんですよ。この三つがですね、非常に大きく影響しました。まあ日本で言えばですね、まあ遠くなんかカムチャッカ半島かなんかをですね、一時占領してたとしますね。 そしたらそのうちカムチャック半島をくれという人が出てきたらまあ争わない方がいいかなと言ってあげちゃうとまあそういうような感じなんですねそれで中国は実は白人と戦わないというそういうことを歴史的に、えー、まあ起こったということになりますので、まあ、そのことをよくこう理解しておくということがですね、まあ、中国を本当に理解するという意味でも大切かというふうに思います